73から派生した、ソビエト連邦の総発ターボジェットエンジンの兼、爆撃機である。本機は1952年から1959年まで、ソビエト海軍航空隊の機い雷撃連隊により雷撃機として使用され、中華人民共和国へ輸出された。スマイナス14は、もともと、左右主翼下に、ロールスロイス2のコピーである。 クリームオフ RD-45 と垂直尾翼基部に、ロールスロイスダーウェントのコピーのクリームオフ RD-500 を装備した三発機、ツ・マイナス73を起源としていた。任意のさらなる協力版である、クリームオフ VK1 が、入手可能になると、RD-500 を搭載する必要がなくなり、準備段階の設計が変更され、これに、内部設計番号、 81が与えられた。その他の大きな変更点は5人目の搭乗員が操作する PSBN 後方レーダーを追加装備した点であったが、これはソ連空軍に採用を却下された。スポレフは胴体背面と仮面の銃刀を取り去り、搭乗員を爆撃手、後方士、操縦士、ビブ重手の3名に削減した案として再設計を行った。 この機体は、胴体全部に2門の固定式 23mmNR-23、mm、23機関砲を装備していたが、重視用に独立した余圧コンパートメントを備えるように胴体の設計が変更され、機微の軽流81重頭にも2門の NR-23 機関砲を装備していた。キャンセルされたつ 73S 試作機の部品を、 使用して1949年8月に試作機の製造が始まり、10月に完成した。1949年10月13日から1950年1月21日まで、製造者側のテストが実施され、1月23日から5月27日まで、行われた運用者側の領収テストにより経、軽流マイナス81、重灯の問題の解決。 操縦士と重手用の射出座席と温風式防氷装置の装備、機種に搭載された機関砲の回収が図られた。早まって、ツマイナス 73S の生産を始めてしまった、イルクーツクの工場で5機のツマイナス14の全、量産型がツマイナス 73S の部品を使用して製造されたが、これらの機体は前期の回収点が盛り込まれていなかった。 この中の一機がモスクワに送られ、ソビエト海軍航空隊により来撃機としての評価が行われた。6番目の機体は、すべての回収点を盛り込み海軍航空隊の要求により、広報仕様の射出座席を備え、1951年5月に評価が行われた。これは、つマイナス 14t として量産に移されるように推奨され、 1952年に海軍航空隊に収益した。スマイナス14は約150機が生産され、1959年まで海軍航空隊の機雷、雷撃連隊で使用された。退役後はラムジェットエンジンの評価を含む各種のテストに使用された。最大で50機の中古のスマイナス14が中国人民解放軍空軍に供与されたが、 定かな奇数と日付は分かっていない。全量産型2号機のつマイナス14は設計局の名称89を与えられて昼間夜間写真偵察機に改装された。この改装はわずかなもので、用圧の中央胴体に2機の回転カメラを爆弾層内に2個の燃料タンクともう1機のカメラを収納し、 昼間写真撮影用にさらに別の一機の傾斜カメラが機微に配されていた。すべてのカメラとカメラ用窓は高高度での曇りと着氷を防ぐための電熱装置を備えていた。夜間撮影任務では爆弾層内の燃料タンクとカメラは取り外され目標を照射するための各種照明弾を携行した。これに加えて 特殊カメラにより PSBNM 広報レーダーの表示装置が撮影可能となっており、操縦士と広報士の双方が音声記録装置を使用して自身の監視活動を記録できたが、すでに VVS は89が初飛行を行った1951年3月23日時点で、 標準型いる -28 の偵察機型いる -28R を使用することに決めていたためツポレフは、軍の領収テストにこの機体を提供することを、取りやめた。上面図データフロムガンステン、スポレフエアクラフトシンス1922。ありがとうございます。